日本流行丼大賞は、うなぎとどんぶりの情報発信サイト、うなぎスタイル編集部主催で、その年注目が集まったどんぶ丼物を記録に、残すという選考方針のもと、2020年から始まり、第一回は11月30日に選考結果を公開した。日本初のうなぎとどんぶりの情報発信サイト、うなぎスタイルが主催して、日本の飲食文化のさらなる発展を目的に、 人々に愛され、歴史に残す価値があり、世界に広めたい、今年注目が集まった丼を記録に残すという、先行方針の下、と、2020年から日本流行丼大賞を設けた。選出方法は、先行方針は、今年注目が集まった丼、ブレイクした丼、時代や社会の動向によって生み出された丼、特徴的な美味しさや斬新な発想で構成され、 安心安全で健康的な丼、人々に愛され、歴史に残す価値があり、世界に広めたい丼と定められている。選考方針をもとにして、うなぎスタイル編集部が候補丼を選び、6つの選考指標、知名性、社会性、話題性、独創性、時代性、将来性を基準にして、専門家による選考委員会によってグランプリを選出し、 金賞やは大賞を決めている。各賞の受賞者にはトロフィーが授与される。ミシュランガイドや食べロング等のように飲食店をランキングや表彰することはこれまでもあったが、料理に対してのトレンドや表彰制度の歴史は日本では新しく、グルナビ総研の今年の一皿は2014年から始まり、クックパッドの食トレンド対象は2017年からスタートしており、これらと合わせて、 料理を対象にした三大グランプリとして、年末の飲食業界を盛り上げるイベントとなり出した。2020年日本流行丼大賞2020、グランプリ、ロニクハン、日本流行丼大賞2020グランプリに輝いた、丼は、ロニクハンに決定。産経スポーツ。2020年12月1日閲覧、日本流行丼大賞2020年。 ニュースキャスト、2020年12月1日閲覧。2020年、日本流行ン大賞候補ゴ五品リスト、うなぎスタイル。unagi-style.com。2020年12月1日閲覧。日本流行ン大賞2020受賞者へのトロフィー、授与式を実施。朝日新聞デジタル &M2021 年1月5日、閲覧。 ありがとうございます。